に見せ。遺書、私たちは月に閉じ込められ、地球は生根計画によって組み替えられているようです。ヨルムンガンドはそれを崩壊に勝つ唯一の方法だと思っています。キアナさんたちは、漁師の海でどうしていたんですか？いろいろあって、メイ先輩、ブローニャ、四季の律者と私は、月の世界の泡っぽいところで、全文明のメイ博士と、ロボットのプロメテウスと出会ったんだ。メイ博士曰く、その世界の泡を、虚数の抹消に再接続する作業を手伝えば、私たちも固有世界に戻れるんだって。そしてその計画の一部として、キアナさんは空の律者の力を使って、皆さんのいる世界の泡で橋を修復した。そうですよね？うん。あれ？私たちがしたことって、そっちから観測できるの？いいえ。ですが先ほど、漁師の海を突き抜けた空間の力が、奇跡のようにこちら側にあった異常な状態の橋を直したのです。その剣がキアナさんの手によるものなら、私たちが空間上では互いに重なり合っていて、相対の状態にあるということを証明できます。つまり、三次元的な感覚で言えば、私たちは月の同じエリアにいるはずです。あ、じゃあ、メイ博士の計画が成功する可能性は高いってことだよね。だって空間的には距離はそんなに離れてないし。油断は禁物です。世界の泡を虚数の抹消に再接続するときに本当の鍵となるのはアンカーポイント自身の安定性です。空間での距離は関係ありません。アンカーポイント？何それ？アンカーポイントとは、世界の泡と他の空間を接続するための反転起点のことです。例を挙げると、私の体内にある世界の泡のアンカーポイントは、私自身にあります。キアナさんの記憶空間が、キアナさん自身の律者コアに固定されるのと同じように。なので、そちら側のメイ博士も、
現実世界の何かを必要としているはずです。まさかそれが例の橋なのでしょうか。博士はそんな話全然してなかった。私たちが断橋を修復したのは向こう側にいるプロメテウスに連絡するためだし、残りの作業は巨樹の残骸を活性化させるための準備だよ。その後、私たちは巨樹の残骸と魔性の間にあるつながりを奪って、それを利用して現実世界に戻る。その一方で、この世界の泡も生まれ変わるんだ。それが私たちが前に実現させた繰り込みの技術に基づいた計画なんだって。どうしたの？何かおかしなところでもあった？世界の泡自身にとってそれはそもそも不自然なことだからなのです。え？あんたは？シュレーディンガー博士からの通信です。彼女はアインシュタイン博士とテスラ博士の友人です。こんにちは博士。でも博士が言ったことって一体？その方法で世界の泡に神聖を与えられるとは限らないなのです。むしろかなりの確率で世界の泡をより早く破滅させてしまうかもしれないなのです。え？アンカーポイントは反転起点であると同時に世界の泡のエネルギーの流れをコントロールし、存在が虚数側の本流に流されないようにすることができるなのです。ですが、繰り込みは虚数空間自体に対しての行為なのです。例えるなら、それは綱渡りに使われる綱なのです。綱渡りで羊の群れを崖の向こうに移動させられると思うなのですか？何か隠し事をしていないか、メイ博士に聞くべきかもしれません。全文明の人にもそれぞれの立場があります。簡単に信頼できるような協力関係を結べたと勝手に思わない方がいいでしょう。ですが別の角度から考えれば、相手が必ず敵意を持っているとは限りません。おそらく教えられない事情があるのでしょう。何はともあれ、安全のため相手に真相を聞く必要があると思います。とにかく気をつけてください。わかった。慎重に行動するよ。はい、相手に計画の経緯を聞き出せるならそれが一番なのです。もちろんこちらもネガティブな結果に備えて対応策を考えておくなのです。ライデン・メイさんに意見を求めたら、きっと彼女も私と同じように全文明のヒーローが本当の意味で悪人になるとは思えないと言うでしょう。ライデン・メイさんに意見を求めたら、きっと彼女も私と同じように全文明のヒーローが本当の意味で悪人になるとは思えないと言うでしょう。
ですがそれはみんなが深さんのように付き合いやすい方だという意味ではありません。その意味は分かりますよね。うん、メイ先輩は経験したことを少し教えてくれたよ。でもそれよりありがとう、デュランダル。もし最終的にみんなと合流できたら、きっと長い挑戦が私たちを待っているんだよね。ええ、何せあれは成婚計画ですから。気をつけてください、キアナさん。うん、あんたもね、デュランダル。メイ博士、プロメテウス、本当に何かを隠してるのかな。キアナちゃん、何があったの？大丈夫だよ、メイ先輩。外にいるデュランダルたちが私の律者信号を捕捉してくれたから、律者コアを使った特殊な通信方法で話したんだ。デュランダルさん、彼女はまだ天命本部にいるんですか？ううん、彼女とゼーレ、それからリース将は成婚計画のせいで現実世界の月に飛ばされたんだって。そして向こう側で私たちと同じ位置にいる。そこにはニューアトラという大型避難所があって、ヨルムンガンドによって強制的に選ばれた多くの成婚覚醒者がいるみたい。さっき私たちが橋を修復した時に外部の現実にも影響を与えたみたい。だからデュランダルと一時的に連絡が取れたんだ。ニューアトラ？渡りガラスからその地名を聞いたことがあるわ。けど、まさか月にあるとはね。それって、まさか。ええ。あの時、クーちゃんたちは、ヨルムンガンドの手配によって、ニューアトラでバカンスすると、彼女はそう言ってたわ。クーちゃんのことは覚えてるわよね。覚えてるよ。あの時長空誌でメイ先輩は彼女たちにパプリカカレーを作ったんだよね。私も結構食べたけど。ああ、あの頃はバカなことをたくさんしたな。つまりこの世界の泡を突破したら、少なくともデュランダルさんたちと合流でき、次の行動を一緒に考えられるんですよね。うん、でもデュランダルはある心配を口にしたの。メイ博士に関することなんだけど。それは、そんな彼女が不審に思うのなら、ブローニャたちはメイ博士にちゃんと聞く必要があると思います。ところで、四季の律者は？彼女はまだメイ博士のところにいるんじゃないかしら。少なくとも、
まだ彼女には今のことを教えてないわ。それなら後で面白い場面が見られるかもしれませんね。それって四季の律者がそういう疑念を知った後の反応のこと？もちろんです。彼女は誰かに騙されるのが大嫌いですから。確かにそうだね。でもなんとなく彼女はメイ博士に複雑な感情を抱いてる気がする。委員長がまだ費用を十三英傑だった頃、メイ博士は費用がの実質的なリーダーだった。きっと四季の律者にとっても博士は昔馴染みのはずよ。そう言われてみればメイ博士は彼女のことをよく理解してるみたいです。ですがそんなメイ博士が彼女に、そしてブローニャたちに隠し事をしてるなら。うん、多分私欲とは関係なく悲しい事情があるのかもしれないね。なんとなく彼女の答えも予想できる気がする。とにかく今は彼女に真実を聞きに行きましょう。前に進もう。わかった。前に進もう。わかった。前に進もう。わかった。前に進もう。ちょっと、絶対に間違ってるってば。もう一度地図を見て。わかった。私に服従しなさい。雷鳴一刀両断。決戦の時が来た。その後、あの牧年人はまた重傷を負い、意識を失ったんです。バカだと思いません？
そのせいで彼女自身もあのオットーというやつにヨーロッパに連れて行かれたんですよ。きっとそのオットーという人もただ者ではないのでしょうね。彼はまあまあでしたよ。まあいい、彼の話はやめましょう。嫌なやつです。生涯世界規模でリーダーを務めたくせに、500年も前に死んだ女のことしか考えていなかったんですから。彼はどうなったと思います？話によると、本当に自分の命を犠牲にしてもう一つの世界にいるそのお嬢さんを助けたそうですよ。なるほど。道理で終焉の律者が降臨していないのに、プロメテウスは天体に影響を与えるほどの高エネルギーを一瞬記録したのね。死んだ人は生き返らない。もし彼が本当にそれを成し遂げたのなら、考えられる唯一の可能性は天地を一変させること。ちょっと、どうして彼を褒め始めたんですか？あなたは会ったことがないから、彼がどれだけ嫌な奴なのかを分かっていないんです。その点においては、あなたを信用するわ。メイ博士、四季の律者、戻ってきたよ。へえ、やっと戻ってきたんだ。こっちは5万年間の歴史を語り尽くしたところだったよ。それはそれは、長い間お待たせしてしまってすみません。とにかく巨樹の残骸を活性化させるために必要な準備はこれで一段落したはずよ。第一歩は確かにそうだったわね。でもあなたたちは私に何か別の質問があるようね。実を言うと、準備をしてる最中に外部の世界からの通信を受信したんだ。彼女たちは私の戦友で、成婚計画のせいで現実世界の月に強制的に飛ばされたの。そして偶然にも彼女たちの中に世界の泡をあんたの言う抹消に接続する実験に参加した人がいたんだ。なるほどね。博士、あなたは何らかの理由で世界の泡に関する真相を私たちに教えていない。そうでしょう？もちろん。はい。静かにふわ、理解できるでしょ？複雑な状況の中で何かを隠す行為は欺きではなく一種の整理なの。世界の根源は極めて複雑で人類が把握できるものではないけど、私たちは整理し重要な部分のみを見ることで一定程度の万物の動作を観測できる。それが物理学の趣旨よ。はいはい。つまり、わざと隠し事をしたわけじゃないって言いたいんでしょ？その通りよ。あなたたちにとってその詳細はどうでもいいものだから、気にしなくていいことだった。でも、そんなに丁重に聞かれたのなら、私も丁重に説明させてもらうわ。とにかく、私たちの間に誤解は必要ないの。簡単に言うと、私が省いた事実はこうよ。みんなが虚数側と繋がった時、この世界の泡が勢いに乗じてあそこに戻れる確率はそう高くないわ。たとえそれができたとしても、使えるアンカーポイントがない限り世界の泡と固有世界は強制的に融合する。
私とプロメテウスはそのまま消えるでしょう。そのまま消える？あの橋の前の状態をまだ覚えてるかしら。この世界の泡が道具になった時に、あの橋の完全な状態と固有世界の崩壊状態が衝突したの。その結果はあなたたちが見た通りよ。キアナが外部の戦友と話すことができたのは、空のリツチャの力で橋の修復をしたからよね。うん。それから彼女の話によると、三次元的な感覚で言えば私たちは同じ場所にいるんだって。当然よ。ケビンが成婚計画を始動させ、みんなをここに封印した。その行為により、この世界の泡は浮上して、そういった結果をもたらしたの。事実、私たちの計画の中心となるあの巨女の残骸も、成婚計画がこの世界の泡を選んだからここに現れた。あなたたちもプロメテウスに尋ねたでしょ？そういう存在がなぜ漁師の海の奥に現れたのかって。待って、それってつまり私たちが何もしなくてもこの世界の泡は最終的には外の世界と融合するってこと？その通りよ。そんな状況でもあなたたちは現実世界の月に戻れるけど、その時にはもうすでに成婚計画は成就し、あなたたちの律者コアもダメになると思うわ。ほら、あなたたちにとってこの世界の泡自身の運命はそれほど大事なことじゃない。そうでしょ？何ですかそれ。つまりあのヨルムンガンドとやらと同じように、あなたたちを道具として扱ってほしいってことですか？私たちをどう扱うかはあなたたちの自由。でも現実は言うまでもなく、相手がケビン個人でも成婚計画でも関係ない。あなたたちの今の敵は時間なの。あなたね、あなたはいつもそうですよね。他人に対してもケビンに対してもあなた自身に対しても同じように残酷です。私の仕事にとって余計な感情は害にしかならないわ。戦争の時代に生まれた一人の将軍を想像してみて。彼が適任者なら自分の兵士たちを深く愛するはずよね。それでも兵力の計算や任務を手配するとき、彼は生きた兵士たちを紙の上にある数字にしなければならない。その仕事がなければ人々は科学の力を使えない。それは人間性と現実の間に必ず存在する矛盾。そして私たちが公平でいるためには、区別せず同じ基準であらゆる人とことに対応しなければならない。それは。リラックスして。あなたたちのような新世代の人たちが向き合わなければならない残酷さはことの裏側にあるの。歴史の運命を思って感傷に浸るより、あなたたちがすべきなのは未来を導くことでしょ？確かにそれは私たちの使命だよ。でも使命は人生のすべてじゃない。みんなが気にしてるのはそこだと思う。あら、それなら簡単よ。プロメテウスが準備を終わらせるまでまだ時間はあるし、誰かさんに見習って女の子だけのお茶会を開こうかしら。はい？
本気ですか。プロメテウス、一号景色の起動をお願い。承知しました、博士。これは？気をつけて、ライデン・メイ。これは世界の泡で感覚器官を騙してるだけ。VR ゴーグルみたいなもので、イニシエの楽園のような全面の仮想空間ではないの。なるほど。でも、急に楽園の景色を再び目にしたから、感慨深い気持ちになったわ。メイ先輩が言ってた楽園ってこんな感じだったんだ。現実にはない美しさがあるんだね。別に大したことはないでしょ。お茶会をするならお菓子も必要ですよね。今は使える力が限られていますから、私のよく知っているものしか出せません。イギリス式の紅茶は無理です。ですが、メイ博士、あなたは超能力者じゃないでしょう。どうして私と似たようなことができるんです？私とプロメテウスはこの世界の泡のパーツ。こう話せば理解できるかしら。この景色はプロメテウスが自身を使い構築したホログラフィーよ。私たちは世界の泡の一部だからこそ、あなたたちと同じ方法でここから出られないの。あら、このお茶菓子とお茶の組み合わせは悪くないわね。当然です。このウンム茶は毎日飲めるものじゃありませんよ。ブローニャは遠慮しておきます。緑茶はあまり得意ではありませんので。つまりメイ博士はこの世界の泡に関することに介入してほしくないんでしょ。もちろん、あなたたちのしたいことは何の役にも立たない。むしろそのせいであなたたちは極めて高いコストを背負い、何の収穫も得られないかもしれない。忘れないで、ケビンと成婚計画にとって時間は味方、つまりあなたたちの敵よ。巨樹の残骸を利用すればあなたたちは最短で現実世界に戻れるわ。もちろん博士の判断を信じるよ。でも個人として、あなたたちは私たちを放っておくという結論を受け入れられない。そうよね。何か努力できるチャンスがあるなら試してみたくなるものでしょ。博士が話した状況をどうしても受け入れられないというわけではありませんが、少なくとも気持ちを消化する必要があります。三人とも本当に分からず屋ですね。船長が沈没した戦艦を捨てられないのは世の常です。リラックスして片時の安らぎを満喫するのも悪くはないでしょう。それにキアナはこれから橋の修復よりずっと難しいものに挑む。そうでしょ？案外その面においても鋭いわね、意識の律者さん。もちろんです。実力がないのに大口を叩くような人間ではありませんから。つまり一体どういうこと？まさか。あ、
り込みの成功率に関する問題？成功率？だってキアナちゃんはあのオットーの前で。なるほど、そういうことなのね。うん、あの時私は100人分の力を借りてようやくできるようになったんだもん。確かに今のキアナは退去剣気のコツによって律者に対する封印を回避しているだけです。夫王戦の時と比べればまだまだ万全な状態とは言えません。悪くないね。さすがは断りの律者だ。メイ博士の予定目標をクリアするなら退去剣気だけでは妥当とは言えないよ。だからキアナ、あなたの精神世界に別の人を受け入れ、成婚計画による枷を振り切るのをサポートしてもらって。そんなこと可能なの？もちろん。退去剣気で律者の力を調整できるようになったんだから、それを突破口にして誰かのサポートを受け枷を破ってもらえばいい。ふん、わかる？あなたたちが忙しくしていた間、こっちだって頭を動かしてたんだよ。ただメイ博士にホラを吹いていただけじゃなかったんだ。つまり成婚計画は律者自身を利用してその力を虐殺してるだけ。その段階でもう一つの律者の意識があれば精神の枷を容易に壊せるわ。そしてそれができればサポートしたもう一人のリスちゃんの力も一定程度回復するはずよ。わかった。でも誰かにサポートしてもらうって具体的にどうすればいいの？リスちゃんならさほど難しくないわ。私も四季のリスちゃんもあなたたちをその状態に導くことができるから。私は遠慮します。私があんなことをするように彼女たちを導くなんておかしいでしょ？おかしい？チッ、後でわかるからあまり照れすぎないように。とにかくキアナはまずメイとブローニャのどちらかを選ぶ必要があるわ。メイ先輩、その手伝ってもらってもいいかな？もちろんよ。ブローネちゃん、しばらくここにいてもらってもいいかしら？はい、二人の健闘を祈っています。